皆さんこんにちは、ムツと申します。今日はですね、ちょっとオカルトチックなんですけれども、まあ私的には覚えておく価値のある決闘理論っていうのをご紹介したいと思います。まあ最近ですね、私、重賞勝った後とかね、馬の決闘を見るときに一番ね、ボケっていうかお母さんの実績っていうのをね、見るようにしてるんですよね。で、いつも通りですね、この間のグリューネグリーンが勝った京都ニサイステークスをですね、まあちょっと上位陣のお母さんっていうのを見てたんですけれども、いやー、このですね、3着までに入った3頭っていうのは、面白い共通点がありましたんで、ちょっと見ていただきたいと思います。まあまずこれが1着のグリューネグリーンの決闘表ですね。そして2着トップナイフも3着のウェルテンベルクもかなり近いということになるわけですけれども、まあまさにこの3頭っていうのはですね、お母さんが結構な高齢馬っていうことになってるんですよね。まあもちろんあのハーチとかはね全然違うんですけれども、3着は2003年生まれのマルカイちゃんがお母さん、つまりは17歳児に産んだ子ってことですよね。でトップナイフは19歳児に産んだ子で、グリューネグリーンは18歳の時に産んだ子、みんな20年産なんでね、ということになるわけですよね。まあこれって結構ですね、こう競馬の常識感的に言うと、まあかなり異様なことであると私は思うんですよね。というのも、まあまずシンプルにここまでの年齢でこう残してる馬っていうのはかなり割合的に言うと少ないっていう現実はありますよね。まあ、やはりねシビアな世界で対応になってしまうっていう馬もいれば、まずここまで生きるっていう馬もね、そう簡単なことではなかったりもしますので、こちらですね、この間発表されたジェアーズさんの繁殖牝馬のね年齢別生産頭数ですけれども、19歳とかね18歳っていうと、まあかなり割合的に言うと少数な部類に入ってきますよね。でまあここにも言えることですけれども、やっぱりですね、既に結果としても若い頃の方が出やすい傾向っていうのがあって、まあこれはですね、特にこの一口馬主デイビーさんの母の年齢が競争成績に与える影響っていうコラムを見ていただきたいんですけれども、まあやはりこれ結論としては、まあデータ的に言ってもやっぱり若い頃の方がコスパ的に言っても結果的に言ってもやっぱり出してるっていう傾向はあるんですよね。一口の募集とかって兄弟でね走ってる馬がいると、その後の子たちってその兄の活躍を見て高額になりやすいんですけれども、その割にねコスパが悪いっていうことは、やっぱりこれは年齢がね与える影響っていうのが思ってた以上に大きいっていうことがまあわかるわけですよね。そんなね統計的に言っても状況がある中で、まあ割とこの2歳重賞で重要なレースでね、それこそノーザンファーム系でもない3頭の高齢繁殖から生まれた子たちがですね、ワン、ツー、スリーを決めるっていうのは、まあ私が見た限りでは相当この戦だけでも珍しいケースで、ではなぜこういった結果になったのかっていうのをやっぱりね探りたいなって思ったんですよね。でそれがね今回のまあオカルトチックな要素というか、まあ本編になってくるんですけれども、実はこの3頭高齢っていう以外にもねある共通点っていうのがあって、それがですね、なんとこれ前頭ですね、前の年に生まれた産駒がいない空体明けの牡馬っていうことなんですよね。2019年産の馬っていうのがね、たまたまか必然か誰もねいないということでね、いやーこれはですね、いや私的にはやっぱりね空体明け理論っていうのはあるのかもしれないとちょっと思えざるを得なかったんですよね。っていうのも私はね、まあ、長らく見てくれている方は知ってるかもしれませんが、このオカルト空体理論っていうのも結構推してるタイプでして、これ出資馬にもかなりの影響力っていうのをもたらしていてですね、なんとまさに今出資してる牡馬期2年の馬たちっていうのは全てその条件っていうことになるんですよね。この間デビューして2着に入ったランバルも全巨大にナイママがいるっていう背景はもちろんありましたけれども、ただそれでも私はこのお母さんの年齢で空体明けじゃなかったら結構迷ってたと思うんですよね。13歳っていう年齢はまあ高齢ではないものの若くもないっていう感じで、やはり評価の難しいところではあって、でも空体明けだったらなんとかしてくれるんじゃないかっていう理由でかなり自信を持って出資したっていうことが、まあ、まずこの2頭っていうのはありましたよね。で先日ねスタート3区を狙うって言って思いっきり出資したヘイニンヒューズ3区もやはり空体明けですね。でまあみんなボバということで、まあ、特に本場の場合はですね、若いししかも空体明けっ
ていうダブルコンボっていうこともあって、まあだからこそ高額でも出資できたっていうところはあったんですよね。でまあこれに至った私が参考にしたブログっていうのが知る人ぞ知るね、演算リズム理論っていう、こちらの紙のアナログさんのブログ記事でして、いやこれリンク貼っておくのでぜひね見ていただきたいと思いますね。まあまさにねここのブログまで、まあ、詳しく数値を取ってね空対明けが走るよっていう理論を提唱してくれるのはなかなか他では見られなくて、まあもちろん若ければいいほどねいいとか、第二子第三子がいとか、まああとは発語も走らないよとかっていう理論はね、まあ薄々と広まってるところではあったんですけれども、やっぱりね傾向っていうのはやっぱり数値で見たいというところがあって、そこは結構私大事にしてるところではあったんですよね。でまあそれっていうのをまさにこのブログさんっていうのはやってきてくれておりまして、まあ詳しいところはぜひね見ていただきたいんですけれども、まあ結論としてはもうまさにその空対明けの特にボバっていうのはもうめちゃめちゃやばいよっていう表記がまあされてるんですよね。でそれと同等ぐらいに発語でも確かに牝馬は走らない傾向にあるんですけれども、ボバっていうのはそれを逆襲するくらいね、まあ、走る傾向があるよっていう、これもまたねすごい活かせそうな情報なんかもあったりと、まあ本当全員がねいや見ておいてほしいブログ記事になってるんですね。まあちなみにですけれども、その発語に関してもですね、これもまた一口回しデイビーさん先ほどの記事であったり、またこの発語の出資時に注意すべきポイントとかっていう記事も見ておいてほしいんですけれども、まあこれ本当に2つのブログ記事から生み出される結論っていうのは結構共通なところがあってですね、まあ、先ほども言ったように本当に思ってる以上に発語の牝馬は走らない傾向があるし、逆にボバは本当にね当たるときはすごいよっていう感じに、まあ、なりがちなんですよね。これはやっぱりね、まあ、ぜひ知っておいていただきたいポイントで、まあ、そこら辺はなぜなのか、そしてその中でも狙うべき条件はっていうこともね書いておりますので、まあ、ぜひ読んでいただきたいところですね。あとはこれらのね数値だけではなく、やっぱり現場の方の感触っていうのもちょっと話したことありましたけども、矢作さんのね書籍でもあの管理した競泳ギアっていう馬がいるんですけれども、本馬がまさに、まあ、ある程度高齢になったお母さんの空対明けで、まあ、2つ空いてますけどね、まあ、そのパターンで、まあ、G1 まで行ったっていうところがあって、でやっぱりこういう空白の期間っていうのは矢作さんの経験則的に言ってもそういったパターンはいい馬が出るケースが多いっていうことは書かれておりましたよね。でまあその理由としてはやっぱり母親の体に活力があるからだっていうこともおっしゃっていて、まあこれはすごく分かりやすいなって思いましたよね。やっぱり子供を産むっていうのは人間の思ってる以上に結構大変なことなんじゃないかっていうね、まあ、説は私の中ではあって、まあ少なくとも人間だったらちょっときついなって思うぐらい繁殖牝馬ってお仕事してますよね。毎年330日ぐらいの妊娠期間を経て何もいない期間っていうのは連産だとねもう1ヶ月もないぐらいな感じになるわけですよね。まあ人間が毎年その何も考えずにねそれをこなすとしたら、まあ相当な負担になって、それこそ十何子も産むってなったらね、まあ、もちろんそういう方もいらっしゃるでしょうけれども、まあ大変だっていう方が多いでしょうし、やっぱりそんな中でね1年でもお休みがねもらえたとしたら、それは馬にとってやっぱり身体的にもやっぱ精神的に言ってもちょっとリフレッシュになるというかね、そういった意味合いは私は現場の人間ではないですけれども、まあ、シンプルに考えてあり得るだろうなっていうのはまあ思うわけですよね。まあ、ですから私の結論としてはですね、まあ若い頃は、まあ、具体的にはやっぱ第5子ぐらいまでですかね、個人的にはそのあたりまでは非常に結果も出しやすいし、あと一口とかのコスパで言っても、まあ仮に兄が走ったとしてもそれにふさわしい活躍まで行く可能性は大いにある、まあ、もちろん例外はありますけれどもね。まあただそのまま、まあ、兄が走ったからって言ってずっと連山で産んでたとして、価格も上がっててもう15歳児とか16歳児になってきた時には、まあ、もちろん走る可能性もありますけれども、全体
体的に見たらコスパ悪くなる傾向にあるということはね、ちょっとお伝えしておきたいですよね。ただ逆に高齢になって値段を下げてきた時に、それが例えば空対明けだったら、まあめちゃめちゃ狙い目だと思いますよね。今回の馬たちっていうのも、やっぱ兄たちは誰かしら走ってるんですよね。そういった意味ではもともと繁殖能力的にはあったっていうことは言えるんですけれども、やっぱり高齢になってきてそのレベルの馬たちっていうのがどんどん減ってきて、そこでたまたまか狙ったのか分かりませんが空対明けっていうのを挟んで本領発揮をまたできたっていうところがまああるんですよね。つまりはまあそのもう繁殖としてもう若い頃から結果を出してなかった馬は空対明けを挟んでも、まあその馬の中ではマックスの子が生まれる可能性はあるけれども、まあ突然重賞馬 G1 馬が出るかって言われると、まあそもそもに素質的に難しいっていう可能性はありますよね。まあただ本当に繁殖として能力が高いんだけれども連山してることが原因で走る子を出せなくなってるっていう状況の馬はやっぱりいると思ってて、そんな時の空対明けはね、まあ、やっぱりジャストミートなんじゃないかなって私はね、まあ、思うわけなんですけれども、皆さんはこのオカルト理論どう思われるでしょうか。まあ本当にね、私的にはやっぱり今回の結果を受けて結構確信に近いものっていうのは起きましたし、まあ実はこの時一番人気で敗れたグランビノスっていうのもね、それこそダービー候補として言われてましたけど、まあ今回こそ残念でしたけれども、実は本馬もね、空対明けの第2種ボバっていうね、まあこれもね、オカルトって言われたらそこまでなんですけども、まあ連山リズム理論ブログさん的に言うと、このケースっていうのも非常に当てられやすいケースの一頭で、まあ、言っちゃえば空対明けの牝馬っていうのは初子と同様そんなに走んない傾向があるんですけれども、そこで一叩きして第2子で生まれた馬場っていうのは走るみたいな、まあそういった傾向があるんですよね。まあそこら辺はねちょっと奥深く行き過ぎかな感もあるんですけれども、まあほんと突き詰めて走る馬を確率論でちょっとでも上げて選びたいっていう方はね、まあぜひ見ていただきたいと思いますし、まああとはね、もう私の出資馬を見て特に牡馬で選んだ馬を見て、走ってたらイコール空対明けは走ってる傾向にあるっていう風にちょっとこれから見ていただければと思いますね。3頭とも空対明けで無理やり選んでる人なかなかいないでしょうから、まあ結構ね身をもって体験できると思うんでね、まあいろいろ高齢の馬なんかにも最初は出資してましたけれども、ちょっとねやっぱり走ってない傾向っていうのはまあたまたまでしょうけれどもね、あって、まあ私はちょっと今後も、まあ、もちろんその結果を見てですけれども選んでいきたいなって思ってますよね。あとはやっぱり空対明けだから高額にするっていう流れは今はまだないと思うんですよね。競りとか一口でも空対明けばかりを狙ってる方とか空対明け需要がある傾向にはあんまり思えなくて、だからそこにちょっとギャップが生まれて空対明けっていうのは狙えばやっぱお買い得になりやすいポイントなんじゃないかなって思いますよね。やっぱりもう誰が見ても走るような馬のポイント、もう兄弟が熱いとか父がすごいとかっていうのは、まあ誰が見てもいいって思って高くなるんで、まあそこでマネーゲームで勝てればいいんですけど、やっぱ私みたいなちょっとね微妙な金額で攻めたい人にとってはこういうオカルト理論というかね、お金がつくほどではないんだけれども走る傾向にあるっていう要素を突き詰めていくっていうことは、いやめちゃめちゃ大事なことなんじゃないかなって思ってますよね。ということでね、まあ面白い結果となった京都2歳ステークスでしたけれども、ちょっとそこから感じたことをご紹介してみました。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。